どうもこんにちは、ココパムキッチンです。今日なんですけれども、今日は先日犬の日のお参りに行ってきましたので、ちょっとその時のお話をしようと思います。ちなみに神社に行くので朝ごはんは和食にしてみました。和食、基本的にはパンが多いんですけれども、ちょっと和食風のおにぎりを作ったりとかだね、お米を食べていこうと思って。で、娘ちゃんがですね、最近卵焼きにお野菜を一緒に入れるのが好きみたいなので、豆苗を入れた卵焼きを作っております。あとはソーセージとそれからおにぎりなどなどでございます。犬の日ご存知ですかね。5ヶ月安定期に入ってから神社の方にお祓いに行くのが犬の日なんですけれども、その時に腹帯っていうんですかね、お腹に巻くさらしのようなもの、まあ今は結構履くタイプのものが多いんですけれども、そちらを持っていてそれをお祓いしてもらうというものになります。まあ日本の本当に伝統的な風習になるんですけれども、私たちも犬の日のお祓いということで先日行ってまいりました。犬の日に関しましては、結構ね、本当に妊婦ちゃんとか初めての方とかってどうしたらいいんだろうとかわからない方もいらっしゃると思うので、ちょっとそのご紹介をしたいと思います。まず犬の日なんですけれども、それぞれも近くの神社とかで調べていただければ、犬の日とかっていうので予約ができたりとか、予約はないんだけれども随時受付っていうところもあります。基本的にまあ安産の神様とかに行くところが多いのかな、安産の神様の神社に行くケースが多いんですけれども、まあご主人さんとかとか、あとはご両家の親御様とかとご相談いただいて、まあ、好きなところに行ってもらえたらと思います。でまあ行くのはね、最近夫婦とかも多いんですけれども、もちろんご両家のお父さんお母さん両方とも来ていただいたりとか、もうどっちかのお母さんだけとかどっちかのお父さんだけとか、そういうこともあるみたいなんですが、そこに縛りは別にないみたいなので、お二人でご相談して自分たちのスタイルで行かれるといいと思います。で、何から話そうかなって思ったんですけれども、まず犬の日っていうのは、なんで犬の日かっていうと、ワンちゃんって1回にすごいたくさん子供が生まれるので、子宝に恵まれるっていうことで、すごく縁起がいい動物として言われてるんですね。なので安産ということで、子宝に恵まれるという意味で犬の日にお参りをするというのが風習になっているそうです。で、犬の日何をするかと言いますと、まず腹帯を持っていきます。まあ神社とかでも購入ができるみたいなので、まあ、それぞれの神社とかで問い合わせをしていただいて、そこで用意していただいてもいいんですが、今はね結構もう買って持っていくパターンが多いみたいですね。まあ神社とかで用意したものを使うっていうこともあるんですけれども、本当に何て言うんでしょう、長いこう白い帯みたいなものが基本的になって、それをぐるぐるぐるって巻くのが今までの感じだったんですが、今は本当に履くタイプとかいろいろ出ているので、結構それを持っていく人がもう多いみたいです、うん。で、私たちも実際に買ったんですけれども、基本的に持っていくときは袋とかに入れるんじゃなくって、箱に梱包して持っていくのをめちゃくちゃおすすめします。これ神社にもよると思うんですけれども、箱の場合はそのまま預かってもらえるんですが、袋の場合はね、中身を全部出して渡さないといけなかったりとかするので、ちょっとなんて言うんでしょう、あんまり出したくないって思う人もね、やっぱりいるかなと思うので、なんか袋から出してこう皆さんの前でね、こう全部出さないといけないのはちょっと恥ずかしいなっていう方は、ぜひ箱に入れるのをおすすめします。で、箱で包装してした場合なんですけれども、外のしでつけるようにしてくださいっていうのも、まずこう祝いの帯とかっていうのもあるんですが、下にね妊婦ちゃんのね名前を入れておくんですね。名字だけで大丈夫なんですけれども、妊婦ちゃんの名字を書いておくのがおすすめです。で、もしこれ書いてなくて裸のまま持っていっても、袋のところとかにマジックで名前を書いたりとか、包装してなくってそのまま持っていったら、どこかにお名前を母語で書かないといけないっていう二度手間になっちゃったりとかするので、こういう外のしをつけておくと、まあもしいらないって言ったらピッて外すだけで大丈夫なので、後々すごい楽だと思います。なので、まあ、基本的に祝いの帯とかかな、私は一応こんな感じで祝いの帯と書かせていただいて、蝶結び、それから妊婦ちゃんのお名前名字を入れるようにしてください。腹帯に関しては、女性側の親御さんが用意されるケースが一般的というか多いんですかね。
なんか一応多いみたいなんですけれども、その場合もう入籍をされていらっしゃるんだったら、もう結婚も済まれてるんだったら普通に結婚後の苗字を入れてください。女性側のね、お父さんお母さんが買ってくださったからといって旧姓ではなくって、一応妊婦ちゃん本人の名前を入れるのが、まあ、今の主流みたいです。で、ここの名前なんですけれども、もしまだ入籍とか済まれてなくって結婚とかはまだしてませんっていう方は旧姓のままで全然大丈夫なので、そこはそのご家庭によってぜひ判断していただければと思います。まあ、地域によってもね、結構変わってきたりとかするところだとは思いますので、そのあたりはお父様お母様とご相談していただいたりとか、地域の方にちょっと聞いていただいたりとかするのがいいかと思うんですが、今多いのは基本的にこういったケースになります。で、せっかくなので私が買った帯をご紹介しようと思います。私はね、これです。赤ちゃん本舗で買ったんですけど、一人目の時もこれ履いてすごく良かったんですが、赤ちゃん本舗とピジョンの共同開発品で、ベルトのね、こう調整がビリッビリってできる妊婦体パンツっていうものなんですけれども、すごくこれ良かったんですよね。まあ、いろんな、なんて言うんでしょう、腹巻きタイプとか、それからパンツタイプとか、ベルトタイプとか、骨盤ベルトタイプとかがあるんですけれども、ベルトタイプとか骨盤ベルトタイプって結構ずれてきちゃったりとかすることがありまして、なのでもうこのパンツタイプって本当にずれないし、すごいピチって固定できるので、私はこれすごくおすすめです。私これ大好き。一応2つ買いましたので、もしよければ参考にしてみてください。で、まあこういったものをですね、持っていったら、この帯とそれから妊婦ちゃんもお祓いをしていただけますので、それですっきり妊娠中期以降安定して妊婦生活を送れるんじゃないかな、なんていうふうに思います。で、ちょっと面白いのが、向こうに行くとお札とか、それからお守りとか、あとちょっとしたお米が入ったね、袋みたいなのもらえるんですよ。で、そのお米っていうのはその日帰ってもうご飯一緒に炊いてしまって食べるといいっていうふうに言われてるんですけれども、なんかね、場所によってはそのお米の数が奇数だったら男の子で、偶数だったら女の子っていうような言われがあったりとかもするみたいなので、もしジンクスが好きな方とかいらっしゃいましたら、ぜひちょっと楽しみに数えたりとかしてみられるのもいいと思います。はい、ということでですね、今回はちょっと犬の日のご紹介をさせていただきました。なんとなくイメージしていただけましたかね。今実際妊娠されていらっしゃる方もそうなんですけれども、まあ、これから妊娠されるご予定のある方とか、あとはもうご家族が妊娠されているとか、ご友人が妊娠されているっていう方もね、ちょっとこういう知識とかを少し持っておけたりとかすると、なんかお役に立てるかな、なんていうふうに思いますので、よかったら参考にしてみてください。今日はちょっとキッチン動画ではなくって、普通に私のトークのみなんですけれども、まあたまにはこんなのも挟みながらちょっとしていこうかな、なんて思っております。ということで、本日の動画は以上になります。皆様最後までご視聴いただきましてありがとうございました。明日はお料理動画になりますので、ぜひ楽しみにしていてください。で、まだチャンネル登録されていらっしゃらない方、よければチャンネル登録、それからグッドボタンもよろしくお願いいたします。はい、それでは本日の動画は以上になります。また明日もお会いしましょう。それではまた明日、バイバーイ。